真田の働きにより滝川一益ら織田家臣は無事に撤退。旧武田領は支配者の存在しない空白地となった。その結果、武田領は北条、徳川ら大大名の思うままに切り取られていった。真田家はこの大国の勝手な振る舞いを良しとせず、徳川家康からの城の引き渡し要求も断固拒否した。真田の意志は固いと見た家康は大軍をもって真田の本拠上田城を取り囲む。弱小大名真田の命運は尽きたかと思われた。だが雪村のもとに思いもよらぬ援軍が現れる。真田の将第一次上田城の戦い。地に踏み入り、お救いくださるとは、かたじけない。勘違いするな。道を遮るクズどもを追い払ったまでだ。その義の心、惚れたぞ。義とは弱き者に寄り添い、その力となること。乱世に揺るがぬ精神だ。信じられぬか。ならば、この戦で義の力を証明しようではないか。誓おう、直江兼続、真田幸村。石田三成。我ら共に敵を打ち破り、義の勝利を手に入れん。元気そうで安心しましたよ。と、真田家のご嫡男に慣れ慣れしい口は聞けませんね。よしてくれ。徳川の大軍に攻められ、明日をも知れぬ状況だ。一応ならば力になる。真田家の勢いには秀吉様も興味を示しておられる。その躍進を支える男の手並み、確かめさせてもらおう。そう買いかぶられては戦いにくい。無論勝てる見込みがないというなら引き上げるまでだが。援軍感謝いたす。徳川の大軍を打ち破るため、三成殿の力お借りしたい。やはり兄弟だな。その暑苦しさ、どうしようもなく似ている。おや、あそこに見えるは確か。くせ者！するな。あなたは真田の忍びじゃなくて、今日は一人の女子としておしゃべりに来ました。敵と話すことなどありません。
硬いな、イナチンは。イナチン？イナチンだっていろいろあるでしょ。おしゃれの悩みとか、一中の人のこととかさ。一中の人？この矢で射抜きたい相手ということですか。いやだから乙女の会話だってばさ。とにかくもうすぐ戦いという時にあなたと話す暇などありません。なるほど、もう攻撃に出るんだ。情報ありがとう。じゃまったね。あっ、いなのバカ。私が槍で押し寄せる敵を打ち払う。兄も参りましょう。まずは門前の敵を撃て。敵に策を蹴取られぬよう応戦するのだ。よし、うまいぞ。この調子で片付けてしまえ。さあ行こう、雪村。我らの力を示すにはおあつらえ向きの戦いだ。はい、三成殿もお早く。面倒な奴らに。なりおる、見事よ。さらなろな、怪我さずに済んでよかった。気にはさせん。この程度できてもらわねば困る。それで少しは楽になるか。敵を大手門まで誘い込め。かの武田信玄が見込んだ男の手並み見せてもらおうか。良き敵に巡り合えた。尋常に勝負いたせ。
造園を村に封じ込め、家計を仕掛ける。北門付近の敵を倒し、門を閉じろ。間に合いました。この道を進めば南門に出るはずです。砥石城とヤザー城を攻め、揺さぶりをかけよ。さあ、どう出る。真田の名、怪我さずに済んでよかった。これで少しは楽になるか。妖艶軍にはまだ手を出すな。家計で一気に倒し、敵の戦意を削る。それができれば、大事な村を焼く意味がない。本田忠勝の娘だが、ああむやみに突っ込んでは。ここは私が止める。敵将討ち取ったり、好きにはさせん。敵将、討ち取ったり。足を開けなさい。真田は稲が成敗します。愛情真田が民の結束、あっぱれ。愛の力、見事戦場に刻みつけたぞ。真田には地の利がある、覚悟がある。これでは被害が増すばかり。全軍撤退せよ。なんと。だがこれも殿のご決断。本陣に戻り、殿の撤退を援護するぞ。開門。家康の守りを固めるつもりか。奴らが投下する前に蹴散らすぞ。はい、我が槍で止めてみせます。数の上では徳川が有利。撤退とは想定だ。これも先を見据えての決断。あなたも負けだ。おとなしく引かれてます。まだ聞いてください。あなたを傷つけたくない。
ったり。我らから逃げようのじゃ甘いのだよ。三成殿、今こそ徳川本陣へ攻め込みましょう。かかる小次郎一つ落とせず引いたとあれば、この女に傷がつきましょう。敵陣に切り込みて討ち死にし、一矢報いて参る所存。あらん、世間の評など家臣の命とは比べてくれない。勝利を捨て、外軍を捨てて命を持ち、何のために戦っているというのか。この忠勝を超えぬ限り先へは進めぬ。覚悟あらば我に挑め。私にあなたを超える力などない。それでも真田の家を守るため、参る。敵の力量計り損ねるとは。ウバタレ、はい。遅れを取ろうと。今こそ二千、ここに示そう。私の力が通じたのか、それとも これで少しは楽になるか。わかりません。あなたが何のために戦っているのか。守らねばならぬか。家をそしてこの日の元をも。真田の名怪我さずに済んでよかった。これで少しは楽になる。逃しはせぬか。さすがよな。いいな、やめよ。ですが、最ある和光度を失うは猪本の損失。余はいつまでも乱世ではない。いずれ太平の世となった時に猪本を背負って立つ若い力がいる。それが誰の天下であれな。いささか気が強い娘だが、気立てよし。
器量よし。お主にどうだ。殿。まだまだ死ぬわけにはいかぬようだ。太平の世を築くまで。ニナ殿、長い時間疲れたのではないですか。疲れてなどいません。もののふとして精進を積んできたのです。このぐらい。何がおかしいのです。ああ、すみません。あなたにしてみれば不本意な婚姻だろうと思います。ですが真田にとってあなたの存在は必要です。せめてあなたが一日も早くここの暮らしに慣れてくれることを祈っています。ああ、それからあなたには辛いことでしょうが、私は稲殿が上田に来る日を心待ちにしていました。おそらく雪村も。お待ちください。ヒナはもう真田の人間です。イナ殿ではなくイナと呼び捨ててください。ではイナ、おやすみなさい。